中間ジャッジメント。はいどうも、タロジオシティファンの時間です。今日はですね、ちょいっとありましてですね、横浜の方にね、横浜駅ですね、ホーというか横浜駅にやってきております。それでね、まあめちゃめちゃ久しぶりだから、まあ吉村屋さんでも行こうかなというふうに思ってるんですけれども、お久しぶりすぎてね、ちょっと駅の中でも外出てからも迷いまして、ちょっと駅ので、見たらさ、こんな感じでしたっけ横浜。すごいね、栄えてるわ。そば、うどん、鈴市さん、めちゃめちゃいい感じっすよ。その横のたい焼き、あーいいね、最高ですね。湯がきに負けないように、ちょっと歩きながら、風がめちゃめちゃ強いです。久しぶりすぎて道が当たってるかどうかも分かりません。すごいね、もうまだ酔っ払ってる人とか、今飲んだ帰りだよとか、そういう方々がたくさんいらっしゃる。これ道当たってるのかな、多分これあっちの方左だと思うんですよ。横浜って感じっすね。久しぶりだな、めちゃめちゃ久しぶりです。ゲームセンター、僕 UFO キャッチャーめちゃめちゃ得意なんですよ。これミス、ほんとほんと、ほんとにほんと真面目な話、ミスター UFO キャッチャーって言われてるぐらい UFO キャッチャーめちゃめちゃ得意です。なんて言うんだっけ、ここ。うわうわ、久しぶり。久しぶり、ここなんて言うんだっけ。ここなんて言うんだっけ、久しぶり。切りますね、一回切ります。はい、すごい行列です。めちゃめちゃすごい行列なんですけれども、それはね、これ行列だからさ、諦めてさ、食べないというわけにいかないでしょ。そういうわけにいかないですよね。しっかり並んでね、美味しくいただいていきたいと思います。吉村屋さん、めちゃめちゃ久しぶりですからね。まあそんなしょちょしょちょ来るわけじゃないですから、今日も贅沢、ちょっと、ね、贅沢メニューにして美味しくいただいていきたいと思います。今日めちゃめちゃ楽しみです。はい、行ってきます。
完全です。
はい、ということで行ってきました。いやいや美味しかったね、さすがです。何年ぶりかわからん、もう何年ぶりかわからんぐらいの、確かこれで3回目の吉村屋さんだったんですけど、大行列、とんでもない行列の中並んでね、いただいてきましたけども、まあ美味しかったっていうだけじゃなくて記念にもなるね、素晴らしかったですね、非常に良かった。うわ参っちゃったな、これ誰かの動画に映り込んでしまいました。誰かの動画がっつり映り込んでしまいました。嬉しかありませんけれども、まあということで、お久しぶりの吉村さん、今日僕が頼んだのは玉ねぎと、いやチャーシュー麺に玉ねぎと味玉つけて、あとご飯ね、食べました。さすがでした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。